准教授は日本の高等教育機関で教授に次ぐ教員の職会のことまたはその職会にあるもののこと。日本では2007年3月以前の助教授に代わる職位として定められた。現在は助教授の定めがなく新設された助教とも異なる。以前は学校教育法58条7項が助教授は教授の職務を助けるとしていたが実態に合わず、 国際的通用性の点でも問題となっていた。2007年4月1日施行の学校教育法の一部を改正する法律は、アソシエートプロフェッサーに相当する職会を、準教授と定め、助教授を廃止した。学校教育法92条7項で、準教授は専攻分野について、教育上、研究上または実務上の優れた知識、 能力及び実績を有するものであって、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。とした。助教の出会を新設し、学校教育法92条発行で、助教は専攻分野について、教育上、研究上または実務上の知識及び能力を有するものであって、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。 とした。助手の職会は学校教育法92条発行で、助手はその所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。とした。のように改正された。また、不足では助教授の勤務年数は准教授の勤務年数に振り替えられるものとされている。なお、日本の大学、大学院では学科における研究室の構成を 講座制と呼ぶ場合があり、教授、助教授、助手による研究室を小講座、教授や助教授が単独で研究室を運営する場合を大講座と呼んでいた。2001年3月の科学技術基本計画では、教授から独立して助教授や助手が活躍できるように位置づけについて見直されていた。ありがとうございます。